ボーン・アリソンは東京を拠点としたカフェ経営者、モデル、英語教師、音楽プロモーター、コーヒーパーソナリティ。主な活動は海外アーティストの日本ツアープロデュース、コーヒーについての執筆活動、モデル活動、そして東長崎にあるマヤマヤカフェの共同創始者。ボーンは1983年2月11日、メルボルンの聖ビンセント私立病院で生まれ、 両親とミュージシャンのマーティン・マルティニと共に育つ。2001年に初めて来日。2003年に立命館アジア太平洋大学の早期卒業プログラムにて経営学士号をほぼ最高点の GPA で卒業。2003年にオーストラリアへ帰国後、自身の音楽マネージメント会社であるレッドバルーンアーティストマネージメントを立ち上げる。兄のマーティニや マーチン・マルティーニザ・ボーン・パレス・オーケストラと共に、ザ・コーナー・ホテル、ビクトリア国立美術館、シドニー・オペラ・ハウスにて3度のナショナルツアーを行い、2008年には、ロンドンの双方シアターにて、海外公演を行った。2009年に、日本に戻り、音楽業界での活動、モデル活動、文化服装学院での英語講師を務め始める。音楽プロモーター、 契約交渉人としては、ザ・ロガホンズ、グランド・サルボ、ザ・ハープーンズ、ザ・トゥクス、2019年サフジロック出演のサニーサイド、アウル・アイズ、オリバー・マンなど数多くのオーストラリア人アーティストの日本ツアーを手掛けている。ハイエイタス・カイ・オテ、ブルーキング・ブラウンなど、日本を拠点としたアーティストの現地フィクサーとしても活動。とりわけ2019年には、京都を拠点とするグループ、 ザッハトルテのオーストラリアツアーを企画。ノースコートソーシャルクラブやモナ美術館での講演を指揮。ラジオ番組の ABC ホバート、SBS シドニー、サンシーアルメルボルンへ出演。長年コーヒーへ情熱を傾け、東京のコーヒーコミュニティでは中心的存在となる。日本のコーヒー業界において、コメンテーター、執筆家、イベント主催者、司会、大会審査員を務める。 執筆家、キュレーターとしては、数多くのメディアに、カフェやバリスタを紹介。カフェコフィー豆やと茶亭は等について彼自身の記事を掲載した雑誌、カーザブルータスや、ライフスタイル専門ウェブマガジンの春まり東京、サインポスト等がある。スペシャルティコーヒーの専門誌、スタンダルトでは、シティプロファイル特集の東京編の監修と執筆を手掛ける。ウェブマガジン、 グッドコーヒーとの仕事では、インスタグラムのフォロワー数を3年のうちに100人から5万人に増やす。東京コーヒーフェスティバルの主要メンバーでもあり、史上最多の動員数を記録した、2018年度の春季フェスティバルをプロデュースしている。2016年には、自身の限定版、書籍、29カフェズ23フォトグラファーズ5バーイスタス、1イラストレーター エイロット・オブ・コーヒー・ウィズ・ボームを限定300冊発行。原宿のバ・キャントにて出版記念パーティーを行い即日ソールドアウト。2017年ソウルで開催されたワールド・バリスタ・チャンピオンシップ期間中は大会にて世界2位となる鈴木樹の英語コーチを務める。2018年と2019年のラテ・アート・チャンピオンシップでは司会を 2019年の東京抹茶ラテアート大会等では審査員を務める。モデルとしては、篠山紀信、スケザネトモキ、熊谷隆といった業界の著名人と共に活動した経歴がある。定期的な出演雑誌は、オモ、フイナム、ブルータス、ポパイ、東京カレンダー福岡発のフリーマガジン、ボンド等。ファッションブランドのカタログモデルとしては、ビームス、 ユナイテッドアローズ、アーバンリサーチ、フラナル、エスピオナージ、メガネブランドゾフ、携帯電話会社 AU の広告企業歴がある。2013年以来、文化服装学院にて講師を務める。2020年、建築家の妻であるアリソン・リエと共に、ミヤミヤをオープンした。東京都と島区長崎に位置する。店頭では、地元とオーストラリア産のコーヒーやワインを専門に。 扱う、ありがとうございます。